はい、こんにちは、つぶです。今日は野球の話をしていきたいと思います。題名の通り、ベイスターズの4番佐野選手についてです。今季2020年ラミレス監督は、佐野選手を4番に起用しています。まあ、6月25日現在、佐野選手ちゃんと結果を残しておりますが、まあね、結構野球好きな人とか解説者の方、ベイスターズの、ね、今季の4番について、フルシーズンでね、戦ったことない試合に出てない選手を4番に抜擢するのは未知数というかね、怖いんじゃないかっていう意見が結構ありますよね。まあ僕もその意見はまあ分かるんですけど、まあ僕もね、もちろんその佐野選手には一番期待しております。ラミレス監督も期待してるからこそ、あの勝負強い打撃をね、期待してるからこその4番起用だと思いますが、まあ、僕は、なんでしょうね、今季は佐野選手を4番で俺と真珠だっていうことを思ってるわけでは、ね、ラミレス監督はそう考えてるわけではもちろんないとは思います。まあ、B プラン C プランっていうのが必ずあると個人的には思います。まあ、というのも、まあ、ベイスターズには、まだ桑原選手、外野ね、桑原選手や神里選手がいますね。どちらも、まあ、足が使えて守備もうまい選手がまだいます。まあ、そうなった場合に、まあね、佐野選手がもし、4番結果出なかったとしても、まあね、守備が良くて足の使える選手を、またそれはそれでね、 B プラン C プランも強いんじゃないかなっていうふうには思います。なんで、佐野選手もね、そこまでずっと4番にこだわってるつもりはないんじゃないかなと思います。まあ、もう一つは、まあ、ベイスターズには、4番できるバッターはいっぱいいると思いますね。ソト選手、ロペス選手、宮崎選手、オースティン選手、もう優秀なバッターがたくさんいます。なんでそんなに個人的にはね、佐野選手の4番起用は僕は悲観しておりません。はい、僕はラミレス監督を信じたいと思っております。本当に個人的なしょうもない意見ですけども、ありがとうございました。